NPC 動かせるやん。 NPC 動かせる、やった。ここはね、何急に止まってんだ。あ、天井の高さか。頑張れ。あれ、これニャーってなんのよね。待って、完全に浮いちゃったじゃん。大丈夫これ。このなんだ、鉄ドラム缶を使って通過するっていう、これはおそらくね、そうだね、スイッチの代わりにするんだろうね。こうして、あ、ついてこないようにはなってるな。俺どうやったんだ、さっき。やり方がわからんな。あ、わかった。確か。こうして、なんかドラム缶の中でオンにした気がする。あ、そしたら、ついてくる？あ、来た。やっぱりなんか、ガムかな？どうだろう？え、なんかそんなもんだって言えばそんなもんにも見えてきたけど。あれ？あ、やっぱ川とかそういうところには来れないみたいだな。うわー、やめろめっちゃ気になってしまった。克服した。私には効かない、この電気。克服した。私乗せちゃうと空中に浮いちゃうので押した方がいいですね。残像エアドライバー回し。レーダーどう？レーダー、おすごいじゃん。レーダーでお前ストッパーの役割になるやん。なんで猫だけに不親切、猫だけに凶暴だな、このレーザー。猫だけに優しくない。いや、なんだろう、上半身にはちょっと当たり判定がないのかしら、これ。ちょっと上半身には当たり判定がないくさいですね。うん、ならないか。ああ、ならないんだ、NPC じゃ。お？あ、ならない。やっぱならないんだ、NPC じゃ。一応もうシャッター閉まって戻れませんよってことだと思うんですけど、まあ彼は普通にね、ここにいて作業してますね。一緒に逃げる？一緒に逃げよっか。
あ、来れない。来れないかな。来れないのだろうか。ナイスナイス。なんだ、カクカクする。ヒットマン2だったら一旦方面出てくる。ヒットマン3か。バグかな、バグだよな、こんだけカクカクしてんだから。ちょっと想定外のことが起きてるんじゃないの俺。死ぬ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 。ああ、もうどうしてそういうことするかな。ゲームできないじゃん俺これじゃあ。